平野紫耀と神宮寺勇太、滝沢氏との共同作業で海外進出の夢が現実に近づく。滝沢秀明氏の新しいプロジェクト、とべ、トゥービーへの合流が噂されている平野紫耀と神宮寺勇太。もし実現すれば、彼らの海外進出の夢が一歩近づくことになるかもしれません。元 V6 の三宅県が2日、 滝沢市の会社、飛べに参加することを発表しました。かつてジャニーズ時代に絶大な人気を誇った平野と神宮寺が再び手を組むというニュースにファンからは喜びの声が上がりました。一部のメディアでは元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺勇太も滝沢氏の元へ合流すると報じられていますが、具体的な時期はまだ明らかにされていません。 報道された滝沢氏との交流のニュースは、平野と神宮寺が5月22日に金プリを脱退し、ジャニーズ事務所も退場して以来、目立った芸能活動がなかった彼らのファンに衝撃を与えました。週刊女性の報道には平野と神宮寺が滝沢氏の会社と部とエージェント契約を結び、7月に正式に発表するとの詳細な内容が掲載されていました。 しかし、滝沢市の公式 YouTube チャンネルの生配信では、平野と人流時の合流について触れられませんでした。それでも、ネット上では、金プリを脱退した二人が滝沢氏と手を組むことに期待する声が多く寄せられています。滝沢氏と金プリとの接点については、ある芸能事務所関係者が言及しています。 業界内でも二人の合流は当格と見られているとしつつ平野さんらが滝沢さんの会社とどれほど関わっていくか気になりますね。ジャニーズ時代、滝沢さんはスノーマン、スノーマン、ヤシクストーンズ、ストーンズ、トラビスジャパン、トラビスジャパンをプロデュースしましたが、金プリとは接点が少なかった印象です。 三宅さんのようにがっつり手を組むというよりは、一部の仕事をサポートしてもらう形になるのではないかとの見方を示しています。滝沢氏との合流が正式に発表される予定だった7月2日には、長瀬廉さんと高橋海人さんがファンミーティングを開催していたため、平野と神流寺の合流発表が行われなかったのではないかと推察されて、 この日は、新生金プリとして初めてファンの前に立つ重要なイベントであり、平野と神宮寺が飛べへの合流を発表することで、新生金プリの活動に対してネガティブな影響を与える可能性もあったのかもしれません。平野と神宮寺はベストなタイミングを探っているでしょう。 ただし、キンプリを脱退してから2ヶ月近くが経過しているため、7月中には彼らの今後の活動に関する発表があるかも。昨年11月にキンプリの脱退が発表された際、平野らはジャニーズを離れる理由の一つとして、海外進出への強い思いを明かしていました。 今後、滝沢氏との共同作業が実現すれば、その夢にも一歩近づくことになるでしょう。昨年、10月滝沢さんが手掛けたトラビス・ジャパンは、デビュー曲を全世界配信するというジャニーズ初の異業を成し遂げました。自分のタレントを世界に羽ばたかせた実績のある滝沢さんであれば、海外進出を夢見る平野さんらに的確なアドバイスをしてくれると思います。 平野さんと神宮寺さんは基本的には自分たちで仕事を取ってきつつ迷った時に相談役のような形で滝沢さんと関わっていくこともできるのではないでしょう。と別の芸能事務所関係者は述べています。平野と神宮寺の新たな夢物語が始まるのかどうかはまだわかりませんが、彼らの今後の発表には目が離せません。 滝沢氏との協力関係が具体化すれば、彼らの海外進出の夢も現実味を帯びてくることでしょう。平野と神従寺のファンや音楽業界全体にとって、彼らの新たなステージに注目が集まっています。今後の発表に期待しましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。